長谷川貞信とは、江戸時代後期から明治時代にかけて、大阪で活躍した浮世絵師。史上派の上田校長及び歌川忠師匠の門人。また柳、蔡重春にも絵を学んだという。幼名、文吉、後に徳兵衛。署名を貞信と言い,い、宇長緑一歳、新天王、南相楼、雪花園、なおその御宗帝、何和帝、新大木奈、 乱行、愛、薫、カオルスズメシ室とゴース。大阪南千葉安藤寺町何は橋筋の茶金、福佐を商うならや、自助の三男に生まれる。幼年時より絵筆に優れ、上田校長に入門してあり長の画名をもらう。これは、定心の性格が温順優調なところから戯れに、つけられたという。ところが、修行の最中に実家が商売に失敗して没落した、ため、 実家に戻り今度は、浮世絵師として、身を立てようと決意する。そこで当時大阪で評判だった、歌川忠師匠から、浮世絵の本格的な修行を経た後、天保年間の頃から、役者絵で頭角を表した。この時期、情報絵は、天保の改革の影響により、一時間が消えたようになっていたが、定心によって復活したのであった。定心は、美人が、芝居 役者へ、根本なども描いているが、何よりも、風景が、名所へで知られている。また、明治時代になると買い替えなども、多数描いている。後に、堀江市の側に住む。風景画の作品としては、歌川広重の画風に近い、東海道五十三次、京阪の名所へ、何は百景城、中間、大見八景などがあり、美人画では、何は自慢名物人が、 代表作として、また、絵入根本としては、安政二年観光の、東下五十三駅十二冊などが挙げられる。他に、歌謡書、吉子の花ぞろえといったものも手掛けた。さらに、明治六年には、啓蒙書、開花の入り口の差し絵なども描いている。明治八年に隠居し、その後はもっぱら急を要せぬものに限って、筆を取っていたが、明治十二年三月二十八日没。 去年七十一、母書は大阪市天皇区六万体満潮の天和市寺。法名は樹徳院純正、大人前史。長男の初代、長谷川小信は二代目、長谷川貞信を継いでおり、この画系は現在、長谷川恵美子まで続いている。次男の定吉は二代目、長谷川小信を継いでいる。定心のその他の門人に、長谷川信弘、長谷川忠生。 長谷川貞治がいる。ありがとうございます。